内に現れた刹那は姉の私のことを全く覚えていなかった。お前など知らん。殺されたくなければ近づくな。厄介な呪術だぜ。夢の世界にいる胡蝶がこっちの世界に出てきちまって、お前はもう一生眠ることもできないし、夢を見ることもできなくなったんだ。夢を食われた、だと。次回、汎用の夜叉姫、夢の胡蝶。私のせいで、この家は、全部私が悪いんだ。